ですね、それぞれの大学の競技車両を持ってきていただきました。こちらでございます。あ、いいですね、慶応の。まずは慶応から見ていきたいと思いますが、これはホンダのシビックという車です。はい、で、形式で言うと EG6 という、はい、あの車になります。これいつ頃の車ですか？これは90年代、1994年の式の車両です。これあれですか、小野さん、あの、はい、今ね、90年代と、この車っていうのは、はい、その慶応のね、自動車部のずっとあるんですか？今から、大体10年、20年前ぐらいに、この車を、試合車両として作って、もうそれからもう第一線でずっと活躍し続けてくれてる車です。こういうって、そんなね、それこそ、乗り手が変わってくるじゃないですか。で、ボディーがずっといるわけじゃない。大変でしょ、これなんか維持するっていうか、壊れたりさ。ちょくちょくいろんな不調は起きるんですけど、やっぱり何年かに1回こうドカンとエンジンがいっちゃうとかトラブルが起こることもあるので、そういった時に日吉キャンパスっていう横浜のキャンパスがあるんですけど、そこに練習場とガレージ併設された土地を練習場があるので、はい、そこにリフターとか本当に工具とかいろいろ設備が揃ったところがあるので、そこで全部整備は行ってます。で、エンジン壊れたらどうするの？自分たちでやるのもそうなんですけど、いろいろ外部の方の、アドバイスとかもいただきながら、こうなるべくまた戦闘力を戻してまた第一線で活躍してもらえるように。ということは、はい、普通のね、ホンダですよ、はい、ホンダの整備工場には持っていかない？はい、もう自分たちで、直すとか、あるいはレース屋さん、車屋さんにお願いして、エンジン仕上げてもらって。意地だよね。だって VTEC だからさ、壊れたら大変なわけよ。そうですよね。で、ちょっとどうですか？うわぁ、でもなんかプロから見てどうですか？汚い車だなぁ。汚いから。これは汚いじゃないですか。思い出がたくさん、思い出の傷。思い出がね、うん、思い出の傷たち。学生らしい車です。はい、よくなんかさ、なんかさ、先輩から受け継いださ、学生服とかあるじゃない、帽子とかさ、はい、花の応援でみたいな。あとしてね、天パがね、はい、もう叱ったものですよね。ちょっとエンジンかかるのこれ？はい、かけられます。あ、そのキルスイッチ、キネットオンにしてもらって。え、面白い。お、すごいじゃん。一発じゃん。いいよね。いいですね。またマフラーが気持ちいい音してますね。バッチリ仕上げて持ってきたんで。いやいや、どうですか？いや、いいんじゃないの。いい？うん。いや、だってこの EG6 は俺、思い出があるもん。あ、どんな思い出があるんですか？F1 の鈴鹿の前座で俺走ったの。はいはい、あ、そうなんだ。これはね、すごくピーキーな動きが、ケツがパーンと出る。ね、はい、ほら、これも当然ね、はい、ほら、アクリル。ね、アクリルで。そう。ほら。アクリル。なんもないで、これ。これ125って何か意味があるの？はい、これ例えば日本大学の車だったら115、慶応だったら125みたいな感じで決まってんだ。はい、学生自動車連盟の中で A 級ゼッケン、TOA の A 級のゼッケンって書いて A 級ゼッケンって言うんですけど、この各大学でも数字が決まっていて、慶応だったらもう何十年もずっとこの125番を背負って戦い続けてます。今日仲間も来てるんですか？仲間は、仲間たちも。仲間はいっぱいいるの？くすぐだよ、ここに。仲間たち全員どうぞどうぞ。仲間、いいえ、仲間。これが自動車部。はい、自動車部の精鋭を連れてきました。そう、どの辺が精鋭なんですか？うん、とても精鋭には見えないんですけど。そんなことないでしょ。自分は整備担当の中原です。整備、お名前？あ、中原と申します。中原さんは今後どうするの？はい、そうですね、自分は理工学部に行きますので。なるほど。院に行っても、そういう機械系のことを。ああ、将来的にはどっか自動車メーカーで。そうですね、はい、パーツメーカーで。確かに自動車メーカーから見れば、4年間こうやってね、勉強してくれてるというのは即戦力になるもんね。はい、渡辺と申します。主務っていう役職で、部の運営が滞りなく回るように、各方面とやり取りをして、部活の運営が。いいね。ブレインだ、ブレイン。我々の世界でいうとチームマネージャーみたいなもんですね。そうですね。いや、お金からね、いくらかかるかとか。はい、ね、2年の山村といいます。別に役職とかないんですけど、なんか先輩の背中を見て、勉強させてもらって、今日はちょっとついてきたんですけど。背中なんか見なくていいよ。大学生だ。そうか。全部で何人いるの、慶応義塾は？はい、春、新入生1年生いっぱい入ってきてくれて、トータルで30人ぐらいになりました。いるね。いるな。
でもなんか今ね、それこそ若い人が車離れって言われてるけども、それこそ30名って嬉しいですね。はい、もう嬉しくて、うん、本当にチームで車を作って戦うっていうところももちろんなんですけど、やっぱりこう大学生活の中でこう車っていう一つのツールでこう仲良くなれるという、うん、あの友人がいるっていうのはすごい ありがたいことだと思います。じゃあ30人でこの1台を乗るの？はい。何台かもあるんでしょ？はい、あの練習用とかそういった車は何台かあるんですけど、あのもう試合でこれは男子の試合に出す車なんですけど、うん、それも部で選ばれた3人だけがもうこの車に全員の思いを、はい、背負って当然腕はいいってことでしょ？はい、あの部の中であの部内戦バトルをして、あの一番腕のあるやつが出ます。なるほど、3人だけ、はい、それどこでバトルをやるんですか？はい、と先ほどあの練習場があのキャンパスになるってお話はしたんですけれども、やはり本格的な、はい、あの本格的な練習をするために、例えば全関東 の大会はあの富士スピードウェイのジムカーナコースであるので、そこへ行って練習したり、例えば全日本の試合になると鈴鹿サーキットの国際南コースで。え、全日本も出るの？はい、全日本にも。あ、そう、はい、全日本に出れるっていうのはかなりのレベルですよ、うん、ありがとうございます。いや本当に、いやあとよくお金あるなと思って。金は日大から引っ張ってんじゃない？いやいや、ねえ、どうなんだろう。まあまあちょっと金かかるよね。金かかります。ちょっとまあそれは後で向こうで。そうですね。また聞けたらいいですね。はい、こうドアとか、うん、ダッシュボードとか。うん、はい、こういったもうどんがらだよね。はい、もう規定で定められたところ以外はもうすべて剥ぎ取って、でもロールバーも、うん、あの組んであって、はい、本当にただ戦うことだけにこう、うん、主眼を置いた車です。そうだよね、はい、もう本当に整備するだけだよね普段ね、はい、そうだね、うん、だっていじっちゃいけないんだから。そうだよね。ちょっとエンジン見せてもらえますか？はい、はい、またこれ強いの入れてますね、ターバーね。はい、ね、うん、ブーテックのまたこれが使い込んだ。これはなりませんもん、うん、エンジンはオーバーホールするの？はい、あのオーバーホール定期的に行っていて、うん、やはり どのくらいで？数年に一度のスパンでやってるんですけど、やはり、うん、お金はかかる作業なんですけど、うん、まあ、やはりこう一回こうサボって大きな壊れ方するよりも、うん、まあ、定期的にメンテナンスしてあげた方が、うん、まあ、こう気持ちよく長く乗れるというところで、はい、あのメンテナンスは欠かさずやってます。うん、こちらホンダのインテグラタイプ R EC2 になります。はい、はい、これ今クソ高いですよ。あ、タイプ R は年季あるからね。はい、これはもう何年ですか？うん、これは98年式で98スペックです。ということはもう24年前ですよね。はい、これ24年前からここにあるんですか？いや、導入されたのは2006年で、うん、今の監督がちょうど導入したんですけれども、うん、そこからずっと本番車として使わせていただいています。16年ぐらい前ですね。そうですね、うん、どこが一番ポイントですか？まあ、とにかく速いですね。なんかいや、ライバルと比べてどうなの？いや、速いと思います。特にエンジンとか、うん、他大学とか結構エンジン中いじったりとかしてる大学あるんですけれども、うん、特にうちのオブ車エンジンとか中いじったりしてるわけでもなくて、うん、ただ軽量化だけしてるんですけど、うん、それでも安定してて乗りやすくて速いですね。うんうん、それこそ菅さんとね、はい、慶応の小野さんと対決したことあるの？一応この前の全関東学生ジムカーナ選手権で僕が優勝させていただきました。おお、負けた。おめでとうございました。だらしない男だな。あ、そう、全日本があるんで。あ、そう、ライバルだ、ライバル。彼のどこがいいの？どこが速い？どこがすごい？ミスがない。ああ、なるほどね。ワンミスが1秒、0.1 秒だよね。はい、ジムカーナって短いんですよ、距離が。ああ、そうか、うん、1分ぐらいだもんね。はい、その中でもワンミスが1秒あり、そう、1秒違うだけでもね、全然違うもん。はい、どうぞ戻ってください。ありがとうございます。かわいそう。いいんですよ、いいんですよ。はい、どうぞ。ボロこれもボロですか？ボロじゃね、使い込んでるってことです。まあ、しょうがないよね、歴史が。だけどこんなもんですよ。こんなもん、うん、ちょっとエンジンかけてみてください。おお、こっちもまたあれですね、いい音出してますね。やっぱ排気量が上がってるから、うん、シビックは 1.6 なんですよ、はい、これ 1.8 で、はい、やっぱ音がずぶとい。あ、そうですよね、なんか
音がずぶとい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今回は大学自動車部の3人にゲストとして来ていただきましたけれども、いかがでしたか。まあ、どっちもボロ車でいいね。いや、本当に若者が乗る車だね。まあ、そうだね。大学生って感じだった、うん、だって我々だってさ、やっぱ若い頃って20代の頃っていい車乗れなかったじゃない。乗れないですよ。まだ自分で車なんか所有できなかった。そうでしょ。だって俺なんかは20代前半って86をニコイチで乗ってたもん、うん、前事故ったやつ、後ろ事故ったやつと半分に切ってくっつけて、だからアライメントも遠いもんめちゃくちゃなわけ、うん、だけど好きだった、うん、だけどそういうもん20代って、ね。テリーさんは。いや、まあ、それこそ大学の自動車部っていうのはこんなに高価で、うん、なんかみんなちゃんとしてんだなっていうね。だからそれこそお金のない中で頑張ってんなと思って、すごくなんかいい印象ですよ ね、はい。皆さん将来の夢とかはこのままこの車系の道に進まれる感じですか。うん、はい、自動車関係に就職したいなと。はい、そうなんだ。そうだよね。まあ、そうだよね。カン君は。うわ、そうです、自動車関係の企業に就職して、で自分から続けていきたいなと思ってます。小野くんは？はい、僕はまあ就職するところは直接自動車に関わる業界ではないんですけど、うん、まあ、こう間接的に関わることができる業界ではあるので、うん、やっぱりこう車の魅力であったり、こう車の社会の発展のためにこう何か一つ自分もできることがあればぜひやっていきたいなと思ってます。今4年生だもんね。はい、そうだよね。就職も決まって、はい、ね、みんなちゃんとしてるね。ちゃんとしてますね。ね。ね、でもやっぱ好きがこうやってね、仕事に職業になっていったりなんかいろいろするわけですもんね。うん、はい、いいね、こう卒業しても自分から続けたいとか、うん、ね、うん、やっぱ車好きでいてほしいよね、うん。だから後輩たちにこういう思いをこうつなげていってほしいね。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では。公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。